ございます。グローブマーク89、今日も軽トラからお送りしております。そうなんです。実は今日はこれから東京に向かい、苦手なテレビの収録が一本あります。またなんかテレビ見てるみたいだね。7月の後半ぐらいにオンエアらしいです。そういえばこの間テレ東音楽祭いい感じでしたね。もう後から YouTube の方で見させてもらったんですけれど、なんかやっぱグローブの曲っていいね。でヒロちゃんのあの素敵な高音でなんか気持ちよかったね。ちょうどプレシャスメモリーズの時はもうあの曲僕出番ないから、でもあの曲がグローブの中で一番好きで、いつもこうコンサートがあるとあの袖ってこうステージがあって、右と左にこうカーテンみたいなのがちょっとあって、そこにこうスタッフとかみんないるんだけれど、本当は楽屋に戻ってリラックスしていい時間帯なんだけど、いつもね俺はそこの袖のところに座って、あの稽古がプレシャスメモリーズを歌うのをこう目つぶりながら、どんなコンサートでもあそこにいたんだよね。絶対に楽屋に戻らないと、本当にあの曲が好きで、だからよくブログとかでもプレシャスメモリーズとかプレシャスだねとか、なんかそういうような言葉を使うんだけれども、僕の中にやっぱりグローブのこのプレシャスメモリーズっていうタイトル、この言葉はすげえ大切な言葉で、で今回はヒロちゃんがあの曲をリハーサルの時も何回も何回もなんかこういろいろこうしようかああしようかとか TK ってやってる姿がなんかこう、稽古とちょっとなんかこうオーバーラップとかしちゃってグッとか来ちゃったりとかして、で本番になった時にやっぱりもう僕関係ないんだけれど、でもマークいてもらえないかなってことであそこに突っ立ってたんだけれど、でもあそこでこう目つぶりながら、いやーもう超感動したよね。もうなんかこうなんちゅうのここら辺がもううるうる来たよね。いやーマジですごい気持ちのいい瞬間でしたね。何だったんだろう今のトラックさんは。なんでカーブのど真ん中で止まるんですか。危ないじゃん、どうすんの車来たら。何の話したの。プレシャスメモリーズね、ヒロちゃんが歌ってて、もうやべえあれ本当に感動しちゃってて、サングラスしててよかったよね。よかった。フェイスはもうやっぱりフェイス大好きな曲でさ、フェイスでさ、でちょうどカメラがうちらの周りをぐる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 回るんだけれど、回りながらこう撮ってたのね。でリハーサルの時やっぱちょっと事故起こっちゃって遠心力をちょっとバカにしちゃったみたいで、舐めてたみたいで遠心力でカメラマンすっ飛んでっちゃって、ああ危ない危ない危ない。でもやっぱりカメラマンっていうのはプロだよね。もう自分の体よりもカメラを守るのね。カメラを守ってこけてたもん。受け身を受けてた。多分柔道かなんかやってたんだろうな、あの人。なんか綺麗な受け身を、カメラをちゃんと守りながら受け身取ってたな。まあそんなような裏話があったわけですよ、あのテレ東音楽祭。去年もね本当にすげえ楽しくて、さやかちゃんが歌ってくれて本当に気持ちのいい番組ですね。来年もぜひまた出たいな。グローブが出ますようにってみんなテレ東に手紙を書きましょう。手紙じゃないか今はもう。いやー来年はエニタイムを誰か歌ってくれないかな。
エニタイムとかフェイセスプレイセスとか、あーメニクロもいいなそこら辺誰か歌ってくれないかな。いいな。そういえば去年いろんな人がさグローブのカバーを歌ってくれたアルバム出たじゃん。あの中の僕は木村カエラさんの、フェイセスプレイセスが大好きでさ、未だによく聞くな。なんか僕のパートも歌ってくれるなんて超嬉しいじゃん。嬉しいんだよね。マークって大体なんかこう写真とかでも結構切られちゃうパターンじゃん。ウォーウォートナイトじゃないけどさ、だからなんかそうやって僕のパートも歌ってくれるなんてなんかこうドキッとするよね。わあすげえ嬉しい、超かっこいいとか思って、未だによくあの曲は聴きますね。さあというわけで今日もね車からお届けしてるんでみんなのコメントが読めないのがちょっと残念ですが、そういえば昨日娘と一緒に車の中でお届けしたグローブマーク89っていうのがなんかゆるい娘と一緒に軽トラでバージョンみたいなのがあるんですけど、じゃあそれちょっと一発いってみましょうか。どうぞ。おはようございます、グローブマーク89マークパンサーです。おはようございます、マディです。じゃあ今日は、また山に戻ってきました。残念ながら雨ですね。雨は好きですか？でも雨もまた綺麗ですよ。これなんか壊れたね。さあ今日も軽トラで今からどこ行くんですか？そば食べに行きます。イエーイ。蕎麦好き？好き。おーいえー、美味しい。美味しい。そういえばアイリは今いくつ？アイリは今14歳です。14歳。はい、初めてグローブのライブに出たのって覚えてる？覚えてない。覚えてる。覚えてるの？ミニマウスの、テディ持ってた。え、そうだっけ？うん。それでステージに来たの覚えてる？覚えてる。あの時がちょうどいくつぐらい？5歳？ 4 歳？覚えてない。ね、何歳は覚えてない。ね、であれからちょうど10年ぐらい経ちましたが、ね、で、Yesterday TK に会ったんだけど、ね、どうだった？何が？大きくなったねって言ってたね。ね。久々にマークとパパと TK と TV で歌ってんの見てどうだった？長かった。何が長かった？リハーサルとか。あー、リハーサルとか。テレビ入りなよ。リハーサルとか長かった？あ、長いよね、待つのがね、テレビは、ね、で、テレビ流れるとほんの1分か2分で終わっちゃうんだけど、ね、撮るのが長かった。ボーカルの島袋さん、She was good? いや、歌うまかったよね。すごい良かったよね。最後で本当に可愛かった。超可愛かったよね。 She's a mama 今、昔はね、ちょうど20 years ago グローブがデビューした頃に She was a vocal of a group、 名前がスピードっていうグループのボーカルで、 She was only 12、3歳ぐらいだった。アイリーよりちょっと下で
she started on this entertainment world though. すごくない？ショービジネススタートして。すごい。歌が大好きで。愛理ももうすぐニューシングルが出ますけれど、そのニューシングルのタイトルは何ですか？ Love can't fool me。Love can fool me。Yeah。でリリックは愛理がちょっと書いてんだよね。愛理とリリーがちょっと書いてて。でもう一人のボーカルリリーがこの間日本に来て京都で一緒に遊んだよね。ね。楽しかったですね。どういう歌のそのリリックスの内容はどういう内容なの？リリックの中、その歌の The meaning of the lyric は何なの？It's about 女の子、uh-huh. が she's trying to find love. She's trying to find love. Listens to her? あ、誰も聞いてくれないの？あ、お家でね。あ、お家で？パパもママも？それで？ And she feels really lonely. あー、なんかすごい孤独なんだ、その子は。あー、そういうような内容。And she can find it? Yeah. あ、ラブを見つけることができるの、最後。はい。すごいいい歌じゃん。今はなんとその曲が、マクドナルド限定で配信で聴けるそうなので、ぜひ、その曲を iTunes などでダウンロードする前にマクドナルドに行って聴いてください。聴いてください。よろしくお願いします。じゃあもうすぐ蕎麦屋に着きますので、ここら辺でいいですか？ではまた後ほど。じゃあね。グローブマーク89マークパンサーとマーティーです。じゃあね、バイバイ。バイバイ。どうもいかがでしたでしょうか。ゆるい感じだよね。まあというわけで今回も11分ぐらいになっちゃったかな、もうちょっとなっちゃったと思うんで、ここら辺でおしまい。それでは皆さん、また次のグローブマーク89をよろしくね。お楽しみに。それではまた、マークパンサーでした。バイバイ。